スタートアップマックス、3DS マックスで 3DCG を始めよう。こんにちは。このビデオでは、モーファーモディファイヤーとスキンモーフについてご紹介します。モーファーはシェイプを目的の形状に直接変形できる機能です。ボーンとスキニングでは表現しきれない細かな変形が可能です。今回はモーファーで表情の基本となる口と目の変形をしていきたいと思います。 まず変形用のターゲットモデルを作るためにベースとなるモデルを複製していきます。口の変形には頭と口の中のモデルが必要なのでどちらも選択し Shift キーを押しながらドラッグして複製します。ターゲットモデルも通常のモデリングと同じようにポリゴンを編集していきます。口の変形は顎の関節を意識してモデリングしていきます。 必要のターゲットモデルがいくつかできたので、毛布として登録していきます。頭のベースモデルを選択して、毛布はモディファイヤを追加します。毛布はモディファイヤのパラメーターの空と書いている場所に毛布を登録することができます。右クリックを押して、シーンから選択を実行します。次に毛布として登録したいモデルをクリックすると、チャンネルに毛布が登録できます。 右の数値を100まで上げると登録したターゲットの毛布と同じ形に変形します。チャンネルの名前はチャンネルパラメーターから変更できますので分かりやすい名前に変えておきます。マルチターゲットをロードをすれば複数のターゲットをまとめて登録することも可能です。複数のチャンネルの数値を上げて毛布をブレンドすることもできます。 歯も顔と同じようにベースモデルにモーファーモディファイヤーを入れターゲットモーフを登録しておきますチャンネル名は顔のモーファーと同じにしておきましょう今のままでは顔と歯を別々に動かす必要があるため同時に動くようにインスタンス化したいと思いますインスタンス化をするにはメインツールバーのグラフエディターからカーブエディターを開きます ここに現在選択しているオブジェクトのモディファイヤーの情報などが表示されます。修正オブジェクトのタブを開き、モンファーの項目を探します。モンファーのコピーしたいチャンネルの上で右クリックをし、コピーをクリックします。次に歯のモデルを選択します。先ほどと同じくカーブエディターからモンファーのチャンネルを探します。インスタンス化したいチャンネルの上で右クリックし、貼り付けをクリックします。 ダイアログボックスが表示されますので、インスタンスにチェックを入れ、OK を押しましょう。これで顔か歯の毛布はを動かしてみると、一緒に動くようになりました。一つのチャンネルに2つ以上の毛布を登録するプログレッシブ毛布についてご紹介します。目を閉じる毛布を作成しましたが、このままでは目玉に貫通してしまっています。 これを貫通しないように中間地点用のターゲットを作成していきます。目を閉じる毛布を50%にしたところでモデルを複製します。この上にポリゴン編集モディファイヤーを入れ、目玉に貫通しないように少しまぶたを前に押し出した形状に調整します。調整ができましたので、これを中間用のターゲットとして登録していきます。 チャンネル名の上で右クリックをし、もう一度シーンから選択でターゲットを追加します。これで2つの毛布が適用できましたが、順番がおかしくなってしまっています。プログレッシブ毛布タブを見ると、2つのターゲットが登録されていることがわかります。こちらのターゲットパーセントというのが、そのターゲットが入るパーセントになります。目を完全に閉じる毛布が50%。 目を半分閉じる方の毛布が100%になってしまっているので数値を反対にします。これで動かしてみると正しく動作するようになりました。スキン毛布についてご紹介します。スキン毛布はバイペットやボーンなどを曲げた際に自動で毛布がオンになる機能です。試しに肘にスキン毛布を入れてみたいと思います。 今はスキンのみ入っている状態で曲げると肘が丸まってしまいあまり形が良くありません。モデルにスキンモーフモディファイヤーを追加します。次にボーンをピックをクリックします。今回は前腕を動かしたときに毛布をオンにしたいので前腕のボーンをピックします。スキンモーフはボーンが一定の角度になったときに毛布をオンにする機能です。 毛布がオンになってほしい角度まで腕の角度を動かします。この時、ローカル軸ではなく、親の軸で回転するようにしましょう。この時の角度がそのままスキン毛布がオンになる数値になるので、綺麗な数値にしておきましょう。また、調整する際はアニメーションがついていると確認しやすいです。今回はあらかじめ腕の角度がマイナス90度と、 マイナス140度のところにキーを打ったアニメーションを入れてあります。先に一番腕を曲げた時のマイナス140度のところに毛布を作成していきます。マイナス140度に腕を曲げた状態でパラメーターのボーンをクリックし、毛布を作成を実行します。するとパラメーターに毛布が追加されます。 これで前腕の Z 回転が -140 度の時に毛布が100%になります。わかりやすいように毛布名を Z-140 にしておきます。次に毛布の形を作っていきます。編集モードをオンにすると普通のモデリングと同じように頂点を動かせるようになります。頂点を動かして肘の形を整えていきましょう。 編集が終わったら編集ボタンをもう一度押し編集モードを終了します。これで腕を曲げてみると毛布のパーセントが上がっていき、腕を完全に曲げた時に100%になっていることがわかると思います。中間の形状を作成したいので Z-90 度のところにも毛布を作成したいと思います。ボーンを -90 度にし、毛布を作成を押します。 毛布名は Z-90 など分かりやすい名前にしておきます。先ほどと同じように編集モードで頂点を編集していきます。マイナス90度のところにも毛布を作成できました。これで腕を曲げてみますと中間地点と最終地点の毛布が2つとも動いていることが分かります。 左腕のスキンモーフができたので、スキンモーフを反対の腕にミラーしたいと思います。まず、右の前腕の棒もピックし、パラメーターに追加します。先ほど作成した左腕のパラメーターを選択した状態で、ミラーを貼り付けボタンを押すと、右腕にもパラメータがミラーされます。 右腕を曲げてみると、左腕と同じようにスキー毛布がオンになっていることがわかります。膝にも肘と同じようにスキー毛布を入れてあります。膝は肘とは違い、あらかじめ作成しておいた別のモデルを読み込むことで毛布を作成しています。外部メッシュはこちらのボタンからピックすることが可能です。 モンファーモディファイヤーとスキンモンフについての説明は以上になります。スタートアットマックス。ご視聴いただきありがとうございました。